さあ、では最後にですね、まあ私のヘナチョコの絵で終わるのは嫌なので、石川さんに、はい、見せていただこうと思います。いや、そんな持ってないですよ。いや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 。まあ、こうやって足から上げて、まあ、足つかなくても、そう、こうやって、ヒグリフティングもあるし、もちろん、もも、アウトサイド、まあ、頭も。わあ、これ、まあ、リフティングじゃないけど。やばもうやだ。おいしょ。こんな感じ。全部いくんですね。全部、肩もそうだし、頭も。ここやばいです、これ。それもじゃあリフティングがまず10回できるようになってから練習しましょう。はい。宿題。はい。はい。すごい。半端ねえ。Sちゃん TV。さあ、今日私にたくさん教えていただいて、実際にサッカーを見ていただいて、評価、はい、していただきたくて、はい、大丈夫でしたかね。いや、大丈夫ですよ。短い時間でしたけど、はい、その自分の得意なプレーだったり、はい、苦手なプレーもきっとよく分かっただろうし、うん、はい、少し進歩も見られたので、で何より、はい、負けず嫌いですね負けず嫌い、うん、悔しそう なんかこう姿がすごいよくあったので、いろんな、はい、トレーニングの中 でそれってすごい大事で、うん、ただその悔しいであってこうやめちゃうんではなくて、うんうん、いやもう悔しい次っていう継続が大事なんで、はい、まあ、ぜひ継続してほしいなと、はいはい、またその宿題も今日出させてもらったんで、はい、リフティング5回サッカーボール買って帰りますちょっと帰りに、はいはい、逆にどうでした、僕いや指導させてもらいましたけど、本当に分かりやすかったですし、なんか最初にもおっしゃっていたようにサッカーの見方もなんか変わった気がします。ちょっと試合見るときに気にしちゃいそうです。これは難しいから、まあ、そりゃそうなるわなとかこっち行けよもっととか言えなくなりました、多分。いやいや、もう言ってくださいそれは。でも本当にそういう見方も変わりますし、うん、そういったものを例えば伝える、はい、ね、側でもあるわけじゃないですか。だから言葉も変わってくるだろうし、うん、まあ、すごいサッカーって面白いですよ。見え方も変わるし、伝え方だったり実際プレーする、うん、プレーも変わってくるので、うん、ぜひその変化を楽しんでください、はい、ありがとうございます、はい、今日は本当にありがとうございました。いや、ありがとうございましたまた宿題を見に来てください。はい、もう確認しにもうなんかあんなの余裕ですよって、もう100回ぐらいいきなりやっちゃうぐらいの成長を期待してるんで頑張ります。はい、はい、今回のゲストは石川直弘さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました